わ、めっちゃ、びっくりした、びっくりした、めっちゃいっぱい。はじめまして、はじめまして。あー、こんばんは、こんばんは。はじめまして。はい、はじめまして。皆さん、はじめまして、こんにちは。ユニコーンがちらちら見ているのを押せる。ありがとうございます。真剣、いや、ちょっと、家族が言ったので。音声にしてました。お初にお目にかかります。はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。なんか、近いよね。なんか近くて、でも近くないと見えんくて。中学生？中学生に見えます？はい、じゃあ中学生です。よろしくお願いします。何歳だって？15歳です。あー、バラありがとうございます。やった、嬉しい、ありがとう。ナンバー、ね、これめっちゃさ、あ、ごめんなさい、すいません。反転してますよね。なんかさとか言っちゃった。エントリーナンバー94番の15歳の高校1年生です。まだニックネームはありません。こんにちは、イエーイ。イエーイじゃないよね。こんにちは。こんにちは、かわいい、ありがとうございます。どうもどうも、あ、こんばんは、皆さん、こんばんは。こっちは文字反転しないよ。あ、そうなんですね。それは失礼した。しました。エクボかわいい。嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃいっぱいお星様ありがとうございます。ありがとう。お星様ありがとうございます。お外からもお星様ありがとうございます。ありがとう。ポニーテール、そう。関西の人ですか？関西の人じゃないです。私、四国の人なんですよ。愛媛の人です。愛媛です。ちょ、あれあれあれ。どじょん、愛媛です。こんにちは。ありがとうございます。身長どれくらいですか？あ、頑張ってね。だって、ありがとうございます。しおは、身長は、162。162です。下げりましたね。 161.5 でも160にあるよ、多分あるよ。めちゃくちゃ美少女。いや、本当にそんなことないんですよ。あの、近くで見たら多分絶句するぐらい、あ、そんなことないので大丈夫です。ありがとうございます。水田しおりんと同じ出身だねって言ってる。愛媛ですか？何歳ですか？だって。15歳です。こんばんは。ダンス得意？ダンス得意だよ。 NMB で愛媛って書ける子乱視。そうなの？優秀って言ってる。158に見える。161はあるよ。もうすぐ2なんですけどね。すいません。ユニコーン好きだからポニーテールしてるの。これユニコーンで、これはミュージカルに出た時に、何て言うんだっけ、あ、待って、サイリウム貼ってくれたんだけど、ありがとうございます。サイリウムありがとう、ありがとうございます。こんばんは。何歳で？15歳。ごめんね、同じコメント読んじゃった、すいません。水田しおりさんも愛媛って言ってる。そうなんだね。こんばんは。しお、158センチに見える。え、めっちゃサイリウム貼ってくれてる、嬉しい。ありがとう。松山っていいよね。本当にありがとうございます。
人前でも緊張しないの？うん、これは配信はね、慣れてるんです。私は NMB どうして受けようと思ったのって言ってる。 NMB はそうですね、私はね、人に、あ、将来の夢が人に影響を与える人になったり、人に笑顔、人に影響を与える人になったり、人の役に立てるような人になりたくて、あー、ありがとう、なんだっけ、なんちゃらスター、ありがとうございます、なりたくて、それで、なんだろう、もともとアイドルが好きで、好きになったきっかけはいろいろあるんだけど、好きで、で、なんだろうなんだろうな、夢を与えてもらったの、アイドルに。で、アイドルになりたいと思って、で、人の役に立つ仕事っていろいろあるけど、でも私はアイドルが好きだからアイドルになりたいって思って、それで NMB さんのオーディションがあったから受けたんですよ。はい。でも日本のアイドルが良くて、 K-POP も好きなんですけど、やっぱ日本のアイドルにいろいろあった時に元気もらったり、明日からも頑張ろうって思ったりしたから、って語るとまたこれね、語ると泣きそうになっちゃうのであんまり言わないんですけど、まあとりあえず私はアイドルが好きです。よろしくねこんばんは。ハートじゃん、ありがとう。ハート持ってんな、ありがとうございます。配信慣れてるとは。そう、配信の経験あります。待って、シオンさん25位までだったし、今26位なの。ありがとうございます、ありがとう。あ、待って、シオンさん、あ、失礼します。94番です。ニックネームを決めてほしくて。こんばんは。人前でも緊張しないのって言ってる。あ、言ったかな、これ。言った方がいいよ。言った方がいいよ。ありがとう。言った方がいいよね、やっぱこういうのって。いっぱいフォローしてくれてるよね。ありがとうございます。あれ？あ、そっか。人前に出るのは、じゃ人前で話すのはめっちゃ緊張するんですけど、まあ人前で話してるんですけど、配信はやったことがあって、だから緊張してない。イエイ。今までオーディション受けたことある？いっぱいあります。もういっぱいあって、ほとんど落ちてます。ほとんど落ちてるし、受かったことはないかな、めったに。あ、ごめんね、しおん、自己紹介さ、これ、はい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 、これね、でもさ、遠くにしてもみんな見えるの？これ見える？ここにあったら、あ、ここか、あった、見える？ここ置きたい。でもね、ニックネーム書きたいからもう、置いてるわけだから、ニックネームを考えてほしい、みんなに。見えてる？ほんと？ありがとう。今までオーディション受けたことある？あ、読んで、読んだっつーのね、すいません。何歳ですか？15歳です。リアクションかわいいね。ありがとうございます。はい、こんばんは、こんばんは。なんかスポーツとかやってた。あ、はい、自慢するんですけど、水泳やってた。小学6年生まで。でもそれ以外は、それ以降は一切やってないけど、やってないよ。水泳やってて、平泳ぎめっちゃ得意だって、県大会で5位だった。嬉しいね。なんで落ちるんかな、わかんないですよね。落としてくれた審査員の方にはその分悔しいけど、だから本当にオーディション受けても連絡来ないこととか本当に多くって、何がいけないんだ、何がいけないんだろうって思うたびに、やっぱ頑張ろうって思えるので、それはそれで感謝しますけどねはい。STU 受けてない、 STU 機会がなくて受けてないんだよね。姫ちゃん、愛媛だけに。え、姫ちゃんとかめっちゃ可愛いじゃん。しおん、でも姫ちゃんみたいな顔してなくない？こんばんは、だって。こんばんは、可愛いから自信持って、ありがとうございますいっぱいフォローしてくれてありがとう。人前に出るのが好きなの？人前に出るのが好き、
や、そんなことないかな。でも、なんか、あ、こんばんは。なんか、あ、21位になったよ。ありがとう、みんな。お星様とかいっぱい投げてくれてる。ありがとうございます。さっきいっぱいファイ、サイリウムも振ってくれたしね。好きというよりかは、でもだってちっちゃい時とかは引っ込み思案な方だったから、そこまで別に人前に出ますって感じじゃないんだけど、 なんか見てる人に元気を与えたいなって感じです。48、46は他桁大丈夫 内緒にしときますね。それはもうなんか落ちたとかでは恥ずかしいじゃん。だからどこ受けたとかは言わないようにするね。こんばんは、だって。こんばんは。これ黒だけどさ、白のやつもあって、ワンピースが。色違いなんだけど。今日は黒。カラオケでよく歌う曲ある？カラオケ、そう、なんか、みんなさ、カラオケとか行くじゃないですか。友達とかと。友達とかとはもうカラオケとか行けなくて。じゃない、早くさ、ニックネームを決めてほしい。あ、でも姫ちゃんって言ってくれたから姫ちゃんでいいかな。でもさ、そのお嬢様感出ない？どうしよう。もうちょっとアレンジしてほしい。何がいいと思う？なんか、あんまりね、友達と行けなくて、なんかよく一人で行くんだけど、アイドルの歌とか結構歌うかも。イェイ。こんばんは、こんばんは。気づいたら山登りさんは、気づいたら片思いですよね。気づいたら片思い。ありがとうございます。来てくださって。全然恥ずかしくないって言ってる。ありがとうございます。情報を出さないと案も出ないよ。すいません。ちょっと、出がらしカフェさん、ちょっと、冷たい。NFB の曲何が好き？ NFB の曲は、人生は、これは、ママがずっと歌ってたから、結構耳に残ってます。初見です。はじめまして。来てくれてありがとう。クーヨンって子いたな、だって。名前被らなかったらいいよ。はい。クシちゃん？クシちゃん？クシちゃん？ 髪とかしちゃう。自分から話しかけて友達作る？作らない。 あんまりなんか話しかけるのも苦手だから、人見知りなんですよ。あ、こう見えないと思うんだけど、いつも見えないって言われるんだけど、人見知りなんですけど、人見知りだから自分から話しかけられなくて、忘れ物した時と、どこに行ったらいいかわからない時は話しかけるんだけど、それ以外は話しかけなくて、だいたい話しかけられて、あれ、みたいな感じで友達になる なりますね。でも友達はあんまり少ない方です、私は。94やからキュンしちゃう。え、めっちゃいいじゃん。天才じゃん。え、キムシちゃんがいい。え、可愛くない？キムシちゃん可愛いね。え、いいじゃないですか。え、賛成？賛成に？賛成でいい？ え、めっちゃ良くない？え、でもさ、姫ちゃんって出してくれたから、キムシ姫。めっちゃお姫様じゃん、九死姫って。相当可愛いじゃん、名前。可愛すぎない？どう？みんな。さあ、めっちゃ九死姫ちゃんってさ、可愛すぎん？名前。好きなように、読みください。こんばんは、関西の人なの？だって。関西の人じゃないの。愛媛の人です。四国の人だよ。高校1年生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。身長と足のサイズを教えて。身長162。
足は分かんない、24.5 ぐらいじゃないですか。いっぱいハートありがとうございます。いやありがとう、嬉しい。ジャンピンジョーカフラッシュでゴーゴー、ジャンピンジョーカフラッシュでゴーゴー、ありがとうございます。それ日配信慣れしてるね、だって。ありがとう。キョンシー、キョンシー怖くない、それは。さすがにキョンシーはちょっと怖いじゃないですか。よく笑うね、だって。ありがとう、九死姫。え、キュンがいい、キュン死姫がいいよ。キューだったらさ、キュー、キューちゃんって感じじゃん。なんか九死姫、九死姫がよくない？貴重な四国メンバー来たー、だって。まだ受かるか分かんないからさ。え、いいいい、皆さん九死姫でいいと思う人、はーいわ。だ、すいません本当に。こんばんは、だって。こんばんは、こんばんは。クラゲちゃん、雲のように水のように、えー、かわいい。クラゲちゃん九だからってこと。ダンスやってましたか。ダンスはね、10年間やってるよ。今も続けてるよ。小1から、小学1年生の頃から今までずっとやってるよ。余計なって言ってる。いや、あのあの、ほんと学校とかではずっと本読んでるよ。いや、信じられないかもしれないんですけど、ずっと本読んでる。でも絶対教えないけどね、何の本読んでるとかは。ずっと本読んでるし、本読むか、あの社会のワークとか、あのしてるね。ご飯も一人で食べるし、トイレも一人で行くし、うん。だからあんまりそう、人と関わることはないかも。絶対受かってほしいな、だって。ありがとうございます。はじめまして、はじめまして。くれたんだ、ありがとう。はーい、ありがとう。チラけど、キュン、キュンシ、キュンシいいじゃん。え、それめっちゃいいじゃん、キュンシ。キュンちゃんってことじゃん。キュンちゃん、キュンシいいじゃん。え、めっちゃよくない。え、そうしようよ。はーい、ありがとう。こんばんは。はい、言わされた。忘れたって。何歳ですか、だって。15歳だよ。高校1年生だよ。これさ、見て、愛媛県ってめっちゃ字綺麗じゃない？ごめん、自分で言うのもあれなんだけどさ、めっちゃ綺麗に書けたと思って。どう？テロップにニックネーム出せばいいね。10年もすごい、だって。クレヨン。え、待って、ここでさ、ちょっと待って、ここでさ、ちょっとどうしよう、強いの来たの、どうしよう。え、ちょっと、え、ニックネームってさ、2個とかさでもいいの？いっか、あ、別に自分が呼ばれる名前だもんね。ニックネームなんか、あ、だってあの、私ニックネーム小学校の時とか中学校の時とかもニックネームとか何個、あ、小学校の時とか、あの親友、一番初めにできたお友達、親友とかからニックネーム相当あって、いろんな名前で呼ばれてたので、まあいいですよね。はい、 OK です、ありがとうございます。え、ちょっとじゃあ紫で書いても見えるよね。え、見えないとこあるかな。いっぱいお星様とかありがとうございます。ありがとう。 Hello, I'm fans of 何 JKT ジャカルタ。 I'm from Indians. Oh, nice to meet youナイスミーチューチュー、イエーイ。美人だし可愛いな、だって。ありがとうございます。ゆきりかの故郷愛媛か、だって。愛媛です、よろしくお願いします。アンニョン、韓国から応援するね、絶対合格すね。私の名前覚えてね、合格したらおしめにするわ。アンネイさん、アニョハセヨー、チャヌン、チャヌンシオイムニダー、カムサハムニダー。初期の太田ゆりちゃんに似てるね、だって。ありがとうございます。初見です、だって。来てくれてありがとう。
受かる要素いっぱいあるよ。ありがとう。で、何の本読んでんの？言わないって言ったじゃん。かしこっぽい雰囲気はある。かしこちゃん？はじめまして、はじめまして。はじめまして。はじめまして。受かる要素いっぱいあるって言って、もう、ありがとね。ありがとね。私の友達も愛媛県出身ね。本当？私の友達と友達かもしれない、それだったら。NMB で四国4県言えるメンバーいてなさそう。なんでなの？ちょっとさ、みんな四国言えないんだけど、それはなんでなの？言えるよ、私。都道府県47。君は合格。ありがとうございます。君のハートにレボリューション。あ、ごめんなさい、本当に。お調子者だよ。なんで？違いますって。本当に違うよ。やめて。その陽気とか言うの。陽気とか陰気とかないから、このように。やめて、本当に。はじめまして。はい、こんばんは、こんばんは。中。高校1年、高校1年生です。高校1年、あ、これなんかついてる。高校1年生だよ。よろしくね。おはよう。おはよう、サラヘイよ。サラヘイ。ありがとうございます。明るくて、お顔きれい。ありがとう。なんて書いてんだろう。インド語はない？なんか難しい。ソーリー難しい。こんばんはだって。こんばんは。シアパヤングカムケナ、わかんないわかんない。愛媛なら水田さんと同じか。あー、さっき言われちゃった。言われた。ペット飼ってますか？ペット飼ってないけど、亀飼いたくて、明治神宮っていう亀飼いたいんです。ごめん、言っちゃった。大阪移住できるの？できるよ。こんばんは、こんばんは。インドじゃなくて、インドじゃなくて、ごめんじゃん、すいません。すまんすまん。僕ドラえもん。僕ドラえもん。下手くそなんよ。クレヨンちゃんと、でもキュンちゃんがいい。キュンちゃんがいい。クレヨンちゃんとキュンちゃんにしよう。自分で考えちゃった。待って、あ、びっくりした、黒なくなったかと思う。ドラえもん似てね。なんで？このルームは国際的ですね。おー、いいじゃないですか。しおん、韓国語と日本語と中国語と英語喋れるようになりたいの。そう、だから応援してね。勉強しろっつう話なんだけど。私も海外の方です。香港？おしめいますか？だって、なんのなんの？ NMB はもう卒業しちゃったんだけど、あのプデュに出てた白間、あの今ラジオやってる子、あの子がすごく綺麗で、あと、好きです。好きってか、顔綺麗だなって思ってました。NMB 来てくれてるんですか？だって、あ、来てくれるんですかって。とりあえずオーディション受けてみて、ショールームも配信まで来ることできたので頑張りたいと思います。お星様いっぱいありがとうございます。自分で料理するの？するよ。麻婆豆腐作った。ちょっと前に。クレヨン VS キョンちゃん？キョンちゃんじゃない。キュンちゃん。名前言いそうになったの。あぶねえ。これさ、録画とかしてるの？なんかさ、ツイッターとかさ、写真とかさ、撮ってる人いるじゃん。誰誰ちゃんですみたいな。イエイ。こんばんは。だって、こんばんは。海が見える遊園地あるよね、愛媛で。海
海が見える遊園地。うん、愛媛もなくなっちゃったの。多分バイシンジのこと言ってんだろうね。なくなっちゃったんだよね。そう、遊園地愛媛ないの。書くね。書いた。あ、ごめんごめんごめん。そして枠をします。仕事だらけ、国だけだらけの方やの。シオンは、あ、なんて呼んだれんだろう、自分のこと。94番は、私は、なんかさ、そうそう、あの、小学5年生とか6年生とかの時、私言ってたんだけど、あんまり割に合わなくて。本当にそうなんだよね。私はですね、アニメ好きです。音楽もよく聴きます。映画もよく見ます。散歩するの好きです。散歩よくします。アイドル好きです。え、アイドル好きってさ、どのアイドルが好きって言うと、あまり言わんとこ、内緒にしとこう、これはです。イエイ。なんて書いてるんだろう、ベクスさん。アンニョンって書いてるのかな。アンニョンアンニョン、こんばんは、はじめまして。はじめまして。白間ミル。あ、そう、ミルちゃん、ミルちゃん、そうです、そうです、そうです。あ、そう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 、ミルちゃん好き。そうそうそう。はは、I'm sorry. I can't speak Japan. あー、それはソーリーですね。でも、I can not speaking, I can not speak Indian. Indian. ランゲージ。はじめまして。本当に嬉しい。白間に似てるだって。本当そんなことないです。全然そんなことないですよ。本当にありがとう。頑張ってね。ありがとうございます。頑張っちゃいます。辛い料理好きだよ。本気で大阪来る気ないと受からないよって言ってる。大阪は全然行けますよ。私、大阪、もう大阪通ってるんじゃないかっていうぐらい大阪行ってるから。びっくりだよね。インドネシアだよって。インディアン。インディアンはインディアンはインドか。インドネシア。ソーリー。僕、星？いっぱい星、ありがとう。よー、キュート、かわいい。あ、そうだよね。かわいいってさ、あれなんだよね。なんか、世界で使われてるんだよね。いや、大事なところ見えんやないか。あ、でも見えるか。ここだってさ、ここでさ、配信したらさ、隠れちゃうよね。持ってようか。あ、でも、いいじゃない。こうやってやっとこうか。あ、これでいいじゃん。ナンバー90、あ、ナンバー90が見えるか。いいじゃん、いいじゃん。あ、そうそうそう。さっき、ニックネームここ書いとけって言われたじゃん。本当にもう、おバカさんですいません。トップ30と、なんか、ありがとうございます。どうしよう、どっちが気
てるかっていうと、クレヨンちゃんが気に入ったから、でしょ、あ、クレヨンで絵描いてみたいんだよね。絵をさ、描いてみたくて、なんかそこの、なんて、砂っていうか、なんかこう、キャンパスにさ、こう、描いてみたいんだけど、それをやってみたいんです。本を読みたいっていうのを実行できてて、映画を見たい、本を見たい、実行できてる。絵を描きたいだけ実行できてなくて、でもしかも絵下手なんですよ。絵下手だから、そう、絵下手だからね、とりあえず模写から始めてみないといけなくてって感じ。今クレヨンちゃんだからクオちゃんって呼べばいいんだもん、自分のこと。いいで、いいじゃん、クレヨンちゃんって自分のこと呼んだ。クレヨンくーちゃんでよくないもんね。いいじゃん。よくない？どう？みんな。え、完璧じゃない？どうよ。アイドルに向いてそうな曲ですね。ありがとうございます。こんばんは。だってこんばんは。ピーナッツ好きなんですか？あーにゃ、ピーナッツが好き。でも、人参は嫌いなんです。あーにゃは。みんなピーナッツ好きなことしか知らないじゃん。あーにゃは人参嫌いなんだよ。知ってた？ちゃんと見てください。クイちゃんって何？クイちゃんってやだよ。クーちゃんがいい。映画ドラマ見てよく泣く？もう泣くドラマとか映画ドラマは見れなくて、なんかドラマみたい。そう。映画って2時間で終わるけど、ドラマってさ、こうなんか何回もさ、じゃん。ね、こうだから11話とかだったら11時間もあるじゃん。だからアニメは30分で終わるんだけど、ドラマはさ1時間かかるじゃん。それがね、そうなんですよ。愛媛だと遊園地は香川のレオマワールドに行くの。そうさよねって知ってるよ。知ってるし、ツイッターすごいよね。フロアさん、この間見た。デレマカシーと。13位だってよ。あ、嬉しい。ありがとうございます。やったー。1位行こう。クレヨンが呼びやすい。ね、クレヨンにしよう。よう喋る子やな。ごめんなさい。ごめんなさいね。かわいい、ありがとう。ダンスは好き？好きだよ。え、待って、くーちっちゃいよ、かわいいね。え、それがいいかも。ちょっと待って、ごめんね。なんかさ、名前いっぱい変えちゃって。くーちゃんかわいい。ダンスは10年間習ってるし、楽しいよ。すごく楽しい。なんかね、ダンスの楽しさって、すごいなんかね、ダンスって深いよね。こういう話をしちゃうと、もうね、そうなんですけど、ダンスっていいよね。ダンスっていいんですよ。こんばんは、こんばんは。ダンス10年もやってたら、合格したらぶち切りやね。そんなことないよ。そんなことないよ。くーちゃん、くーちゃんいいよね。初見です、だって。こんばんは。こんばんは。アーニャでええやん。なんでアーニャやねん。クーニャは何が好きなの？クーニャは、アボカド好き。え、待って。トップ 10？ トップ10じゃん。え、早くない？待って、嬉しい。ありがとうございます。やったー。ありがとう。
ありがとうございます。嬉しい。 NMB に向いてる感じ。ありがとう。そのクレヨン私にくれよ。ん？人とお話しするの好きそう。それが苦手なんですよね私、人とお話しするの。推しメンは誰って言って、あざくさっき言った白間みるちゃんが好きだった。でも上西レイちゃんだけ、レイさんすごくなんか小さいですよね。帰宅部でダンススクール通いですか。あの中学校の時は放送部入ってて、放送部のコンテストで県大会、なんかいっぱい星降ってきて、ありがとう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 、いっぱい星降ってくれてくって、うわーびっくりびっくり、ありがとうございます。上西やで、城前やで、あごめんね、ありがとう。こんばんは。放送部だ、そう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 、放送部だったんだけど、高校に入ってからは帰宅部だよ。ダジャレが通用しないと。そんなことないんです、私も本当に親父ギャグというかダジャレめっちゃ好きで、友達に言うんですけど、本当にくだらないこと言っちゃうんですけどね、あの言ったら何みたいな感じにされて、ちょっと悲しいんですけど、どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。はじめまして、はじめまして、坂ですね、坂ですね。ありがとうございます、来てくれて。いっぱいフォローありがとうございます。こんばんは。なんかさ、これあのいっぱいお星様ありがとうございます。このなんだキャンディーみたいなやつありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。アカウントもしてくれてる、ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。 NMB48 知ったきっかけは、 NMB48 知ったきっかけ、 NMB48 知ったきっかけ、もう気づいたら知ってたって感じなんです。だからちっちゃい、多分ちっちゃい頃から知ってる。 AKB48、 AKB48、 AKB48 3、であの総選挙やってたじゃないですか、多分その時から知ってるよ。 NMB、 HKT、 SKE、 STU 知ってます。あとあの海外にもそうするのか、そうそうそう、話ちゃんと通じてる？シオン合ってる？これ。おー、いっぱい星様ありがとうございます。クーヨンちゃんこんばんは、はじめまして、はじめまして、名古屋から見てます、ありがとうございます。名古屋ありがとう。名古屋だったら平手ゆりなちゃん、鈴本美優ちゃん、遠藤さくらちゃんとかかな。よろしくお願いします。友達には分けてる、内緒、第三者に内緒なので内緒ですね、内緒です。ここ押してますか、だってしてないですよ。出身はどこですか、だって出身愛媛県です。あー、よろしくお願いします。愛媛、こんばんは、こんばんは。マサオカス、あ、間違った。夏目漱石の坊ちゃんで知ってる？我が輩は猫である。名前はまだない。ですね。むしろ夏目漱石さんは心を読んでみたくて、ちょっとだけかすったことはあるんだけど、読んだことなくて、みたいなね、心。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは。愛媛ということで、STU、あ、知ってるよ、知ってます、知ってます。中村町、知ってます。てる、あ、いいですね、ありがとうございます。愛媛や坊ちゃんゆかり、そうゆかり、ゆかり、ゆかりさんですね、ゆかりさんです。普段もポニテが多いの、
学校はこれで行ってます。化粧とかは全部のけて、しかも普段化粧しないタイプなんだけど、今日はしてる。お出かけしてたから。それは我が輩で猫である。わ、我が輩は猫である。あれえ、坊ちゃんって正岡子規も、そうだよ、正岡子規さん。あ、だからその正岡子規さんが松山の人だからって、愛媛の小中高校生はみんな俳句宿題で考えてんの普段もね、ポニーテールだよ。ずっとショーはポニーテールだよ。それ以外は似合わないと思ってるから。実際あまり似合わないし。水田しおりさん知ってますか？名前ね、そう、初めて聞いたっていうか、うん。坊ちゃんは地元の話やで、道後温泉。ウインクちょうだい。初めてメイクしたのは何歳？小学6年生、5年生、6年生、6年生です。あー、でも5年生かも。いや、メイクは自分で始めた後の6年生かもしれない。フラッと立ち寄ったのですが、愛媛つながりなので応援します。嬉しい、ありがとう。なんかいっぱい星さんもありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。はじめまして、おいくつですか？15です。はじめまして、エントリーナンバー94番、愛媛県の15歳、高校1年生です。クレヨンちゃんとかキュンちゃんって呼んでください。自分でなんか気に入ってクーちゃんにしたけどお願いします。初見です、ありがとう。ツインってもなー、似合う似合う。現役、そう、現役小学生じゃない現役小学生だって。現役女子高生です。ヒョロをしました。ありがとう、ヒョロ。みかんください。みかんは買ってください。愛媛県産、愛媛県産には愛がある。現役小学生と。小学生です。なんでやねん、なんでやねん。こんなん言ってたら大阪の人に怒られるよね。顔がタイプだけど、大人の僕が15歳の女子高生を好きになるのはダメと思うから、自首すべきかしら。好きというか、まあいいんじゃないですか。小学生だと大人っぽすぎる。でもしかも小学生の時に中学生って間違えられたことはある。待って、かきはるかちゃん推しの人が来てくれた。やっとわかった、わかった。でも、かきはるかちゃんが歌った強がるつぼみがめっちゃ好きで、タタ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 タこのコメント見えたらピース、あ、読むべきじゃなかったか。愛媛弁で話してください。愛媛弁言うたってね、そんなないよ。しかも、配信とかではあんま出んのよね。そう言われたら、そう言われたらっていうか、もともとそんなに、ポロッと出ることはあるかもしれないけどね。そう、ずっと配信では出んくて、なんでやろ。わからんけど。配信ではあんまりな、出ませんそう言われると押したくなっちゃいます。ありがとうございます。カンペとかベリマドーナとか美味しいと中村まゆちゃん、美味しいけど、シオンは一番温州みかんが好きなんだよね小学9年生ぐらい、それくらいになるかな。え、9年生、10年生、それくらいになるかも。おめめパッチリ可愛いよ。顔、お歌も気持ちよくて電車乗り過ごしそう。一回乗り過ごしてもう一回戻ってきてください。お願いします。なまっとる。なまってないって。ありがとうございます。強がるつぼみはもこともと、そうだよ、
マイマイのソロ曲だって福田麻衣さんめっちゃあれでしょ聖母福田麻衣さんめっちゃ本当にね今もマイナポイントの CM してるよね福田麻衣さん。小学6年生の時に卒業式で春ジオンを流してほしくてシオン流してほしいなと思って言ったんだけど却下されちゃった。春ジオンが道に咲いたら君のことを僕らは思い出すだろう。蛇口からみかんジュース出るのはどこにありますか？空港とか百貨店とかありますよ。綺麗なお肌してる。ありがとうございます。クマすごいけどありがとうございます。ツヤツヤやん。ありがとう。お母さんと似てる？似てるって言われるんだけどあんまり似てないと思う。思いね。そうそうそう。負けないように顔を上げて。ハルジオンはイントロが好きだったりします。MV めっちゃ好きなんですよね。あの袴の感じめっちゃ好きです。今来ました。どこ出身の何歳？はい、エントリーナンバー94番、愛媛県出身、15歳高校1年生の久保志恩です。クレヨンちゃん、もうクレヨンちゃんってみんな呼んでくれるからクレヨンちゃんって呼んでください。くーちゃんよろしくお願いします。今来ました。あ、ちょごめん読んだった。こんばんは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 。はーい、僕アンパンマン、アンパンマン、リップとアイメイクだけ？クレヨンしんちゃんにしなかったんですか？クレヨンしんちゃんにしなかった。名前、言った名前言った？そう。あらら。配信でもかなり名前言ってる。名前。まあ、まあ、言ったフルネーム。嘘。仕方がないよね。みんな忘れて。忘れてください。よろしく。名前言っちゃうことなんかもういっぱいあるのから仕方ないでしょ。フル名前、フルで名前言っちゃったじゃん。ありがとうございます。誰にも言わないからもうやだやだ。ありがとうございます。もうニコニコしちゃう、そんなこと言われると。大丈夫。大やばいよね。どうする？あ、そこ、さっきバラくれた人いたから。バラありがとうございます。天然キャラ？違います。合格したら、そうだよね。ちゃ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 。でも、ごめん、さっきの話に戻るんだけど、でも、過去にオーディション配信で名前、あ、一緒に読んだ読んだ読んだ。一番好きな曲は、全部のアイドル合わせて。全部のアイドル合わせて一番好きな曲は、なんだろう。でも全部好きかも。聴いた曲全部好き。でも、なんだろう。あー、セミと50お届けだってありがとうございます。 2回も回してくれたのありがとう。身長何センチ？162、170近くまでは行きたいんだけど、やけん身長伸ばすように頑張ってる。応援してね。身長伸ばすの応援してね。お願いします。あ、星様いっぱいありがとうございます。ありがとう。ナイスお星様。ありがとうございます。ありがとう。やった。みんなさ、アイドルの手足大きいと身長伸びやすいらしい。手これくらい。ひらが大きいんだよね。ふわりんを越せるか？ふわりん？ふわふわりん。あ、待って、アザラシくんさん絶対さ、
桜坂好きでしょ。身長伸ばすためにお願いします。足伸ばして。162、僕とちょうどお似合いだね。162なんですか。遊びに来たよ、だって。ありがとう。わあ、お星様3つもありがとうございます。ありがとう、嬉しい。2000人も来てくれてるね、嬉しいです。こんにちは、はじめまして。自己紹介するな。エントリーナンバー94番、愛媛県15歳の高校1年生です。よろしくお願いします。なんかスポーツやってた？やっぱスポーツやってる顔に見えんの？私水泳やってたよ。170センチもあるんだ。そうなんだ。黒だ。なんて言うんだろう。ふわ、ふわちゃん？ふわ、ふわ、はわ、はわ。愛媛県で笑わないで。くーちゃんの話聞くの好きもん。ありがとうございます。宝塚行けるかも。ほんと？ 94 番。何センチ？何キロ？何キロとか言わないの？ふーわね。ふーわちゃん。ふーわさん。かわいいお名前ですね。ふーわさん、かわいいお名前。本当にかわいいお名前だね、ふーわさんって。難波で生きていくなら、くーちゃんはアイドルとしてのが輝いてますね。ありがとうございます。初めて生まれて初めて。へえ、そうなんだ。体重言う人、宝塚って体重余裕はないの？そのうち体重も一緒って怖いです。何でも言っちゃうもん。ダメだね、それは。大事だ！ごめんなさい。2090人も来てくれてる。やったね。フォローしてくださってありがとうございます。女の子からもモテそう。女の子ね、女の子可愛いですよね。シオンが逆にね、女の子に、逆にシオンが、女の子が好きなんです。今回の私は体重公表やって。あ、そうなんだ。ふわちゃんは NMB の先輩なんで、分かってるでしょ。私が、今、9期生の、オーディションだから2個先輩ですね。アイドルの中で一番好きなのは誰？一番好きなアイドルの中で一番好きなの、私言っちゃっていいんですか、こんなこと。アイドルの中で一番好きなのは久保史緒里さんです。48キロくらい、どうだろう、48キロ。なるほどね。みんなから見たら私48キロぐらい。おほしさんもいっぱいありがとうございます。ありがとう。みんな初訪問だ。はじめまして。今何分？これずっとやってるよね、シオン。乃木坂好き、乃木坂好きよ。これあれ70、あ、違う、7時から始めたっけ。何時から始めたかわかんない、忘れてた。乃木坂好きなの？乃木坂ふわさんも7キロ身長はない。鳥取県、へえ、そうなんだ。体重はリンゴ何個で言わないと。じゃあ、リンゴ3つ。もっと軽いわよの表情だった。ほんと。イコラブのナータンが一番好き。ねえねえねえ。間違えた。あ、取る。ねえねえ、ナータン、今日もかわいい？かわいいよー。イコールラブ
だったら、あ、名前忘れちゃった。誰だった、誰だっけ、誰が好きだったんだと。あ、忘れちゃった。スリーサイズ。スリーサイズ ?7 時から始めた。7時から分かった分かった。じゃあ、7時から始めたんだったら、7時から始めたんだったら、乃木坂5世で誰が一番好き？好き？そんな。じゃあ、ちょっとやめる時間言ってなかったから、8時10分になったら終わろうかな。ちょっと書くね、後から。いや、今書きます。後からとか言うと書くの忘れるからね。あ、間違えた。全部消えた。最後ね、もう一回書きまーす。あ、違う。20時10分まで燃えとこ。あら、こんばん。推しが2人出てる。あ、6時5時な5時。ありがとう。乃木坂5期は、川崎さくらちゃんがすごい一番っていうか、みんな可愛いけど、うんですね。初めて来ました。来てくれてありがとうございます。渡辺美由紀知ってますよ。知ってる。ナートのセリフ言ってくれて嬉しい。くーちゃんもありがとうございます。10分までしてよ。な、微妙じゃん微妙じゃん。こんばんは。来てくれてありがとうございます。チラードで来てくれてありがとうございます。はじめまして。来てくれてありがとう。エントリーナンバー94番、愛媛県出身、高校1年生15歳です。よろしくお願いします。頑張ってね。ありがとう。くーちゃんって呼んでね。お願いします。あ、クレヨンって呼んでもいいですよ。お願いします。頑張ってねって。ありがとうございます。頑張ります。これをね、ずっとやっちゃうの。パパ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 ペはね、ポポ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 、なよんちゃん、なよんちゃん、顔近いですよね。こんばんは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。お疲れ様です。滋賀知ってる？滋賀県知ってるよ。静岡から応援してます。ありがとう。静岡お友達がいて、将来静岡に住みたいんだよね。交通の便もいいし富士山もあるし、静岡になんか今トヨタかなが作ってる新しい市みたいな、なんかすごい近未来みたいな街ができるらしいんですよ。いや、わかんないけど、らしいから、ちょっと行ってみたいじゃん、好奇心だから。そうね、静岡に住みたい。瀬戸内海からも応援してます。瀬戸内海から応援しちゃダメだよね。瀬戸内から応援してます。ありがとうございます。瀬戸内海から応援してたらダメだよね。ありがとうございます。私愛媛県なので、多分向かい側です。あ、待って、9位になった。嬉しい。トップ10、
ありがとうございます。ファイト、ありがとう。静香ちゃんじゃん。でも最近しょドラえもん見てない。私はドラえもんかもドラえもんも最近見てないし、しゅんちゃんも最近見てないんですよね。海外からも応援します、ありがとう。こんばんは、こんばんは。先天って何、見る天って何、耳る天。ノイミーはひーちゃんが好きです。よろしくお願いします。ノイミーはね、香川からも応援してます、ありがとうございます。うどん県からありがとうございます。こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。こんばんは。お、なんかファンレベル上がってる、おめでとうございます。なんかいっぱいお星様ありがとうございます。言ってくれなかったのえみりひちゃん、え、ほんとひーちゃんかわいいですよね。アイドルって感じ。くしゃってした顔めっちゃ好きだ。なんかかんなん全然もう真似したらしゅうの、あの顔がさ下になるけど、でもいいよね。ダンス歴10年って本当ですか？本当嘘つきません、私嘘つきませんよ。小学1年生の頃から、小学1年生の頃から今まで、コッパン、ありがとう、やった、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、やった、ありがとう、から今までずっと習ってますよ。最近はジャズダンスとか、あのバレエとかショーダンスとかもやってて、それまではストリートダンスだけだったんだけど、ヒップホップとかあのロックとかだけだったんだけど、そういうやつも習い始めたよ。初見ですだって。はじめまして、エントリーナンバー94番、愛媛県の高校1年生15歳です。よろしくお願いします。くーちゃんって呼んでください。私はね、ダンスはねずっとやってます。お家でもやるので、最近はずっと。カウントありがとうございます、ありがとう。ひそかに応援しようかしら、嬉しい、ありがとうございます。ひそかにね、もうあの陰ながらじゃなくて夜ながらで応援してください、お願いします。日ながらで、夜ながらでお願いします。いっぱいお子様ありがとうございます、ありがとう。私結構テンションさ上下すごいので、あのえ、どうしたの今日元気ないねとかは、そんなわけじゃないんですけど、落ち着いてるときは落ち着いてるかもしれない。今日は初めてだからって言ってこんなに、なぜこんなテンション高いのかわかんないんだけど、まあ、こんな感じかもしれないのでお願いします。カウントありがとうございます、ありがとう。皆さんはじめまして、そして来てくれてありがとうございます。あと8分で配信終わっちゃうんだけど、可愛いですね、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。びっくりした、なんかちっちゃくなっちゃった。ゆっくり、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいよ、おかしいことが起きてる。見えた？ OK、 こんばんは、こんばんは、こんばんは、いいね、ありがとう。夜ながら、夜ながらね、絶対音感ありそう、声も可愛い、絶対音感、ありがとうございます。可愛い、応援するね、だって、ありがとうございます。くーちゃんって呼んでください、ありがとう。よくなったよ、なった、止まる、止まったよね、びっくりした。はじめまして、はじめまして、来てくれてありがとうございます、こんにちは、こんばんはか、こんばんは。カウントもありがとうございます、皆さんこんばんは。おー、お星様ありがとう。見えたかな、見えま
かしら。どうだろう。あ、なんかさ、時々ちょっと止まったりする。電波悪いかも。電波悪くなった？音が途切れるね、って。ねえ、電波悪くなっちゃったよ、多分。なんで？いっぱい来てくれる。そして、こんばんは。好きというのはロックだの踊り好き。わかる。君を好きになった、それだけのことでも、全てがひっくり返って、キラキラし始めた。ヘイヘイダンダンダン。誕生日近いの？誕生日10月5日だよ。でもこの配信終わるの10月2日だよ。こんばんは、めっちゃ可愛い、フォローしたよ。タカッチ大好きください。タカッチありがとうございます。またショールームやってね。はい、こんばんは。こんばんは。ちょっと泣きます。また明日。また明日ね。ありがとう。なんか音が変です。だよね。なんかさ、なんか、Wi-Fi？ いきなり、いやでも Wi-Fi ション、私ずっと切ってるんですけど、ずっと切ってるんだけど、なんか、いきなり変になっちゃったんだよね。なんでだと思う？トトロックさん、こんばんは、こんばんは。みんな来てくれてありがとう。星がないからチヤチヤしてきた。チヤチヤ。おー、モンブラン。ケーキもありがとう。なんて、なになになに、ありがとうございます。シュークリームとカップケーキで、なんか、おぉ、待って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 、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。びっくらポーンだね。ありがとうございます。シュークリームなんかこれ 何つけてんだろうね。シュークリーム何つけてると思う。嬉しい、ありがとう。でも嬉しい、なんかさ、いっぱいモンブランとショートケーキとカップケーキとシュークリーム、かわいい、ありがとう。ハロウィンだからかな。ありがとうございます。ポカーンってかも。ありがとうございます。星様ありがとう。いっぱい星様ありがとうございます。あ、もう終わっちゃうから、自己紹介最後にするね。エントリーナンバー94番、愛媛県出身、15歳、高校1年生です。クレヨンちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。お星様もありがとう。ナイス、ありがとうございます。ナイス。はじめまして、はじめまして。高校生をいろいろ見てきたけど、くーちゃんを応援することに嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。やったね、ありがとう、嬉しい、よろしくお願いします。君かわいいね、ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、初見です。はじめまして、来てくれてありがとうございます。高校1年生、15歳、愛媛県出身の、エントリーナンバー94番、くーちゃんです。よろしくお願いします。クレヨンちゃん、クーちゃん、クレヨンちゃん略してクーちゃんみたいな、そんな感じです。好きな方で呼んでください。ありがとう、8位、やった、8位、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、8位、ありがとうございます。8位、ありがとう、パチパチ、ありがとうございます。おー、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃピースしちゃった。
ラムネさんこんばんは、だってこんばんは、来てくださってありがとうございます。あ、びっくりした。はじめまして、みなさんはじめまして。でももうで10分までだから、あーもう10分じゃない、わお。はい、ということで、ここでこれ、今日は今日は配信終わりにしたいと思います。とりあえず、じゃあまたやるかもしれないけど、でも10時までだからやるかな。とりあえずこの配信は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。美咲ちゃん、タミちゃんに似てるよね。しょ、似てるって言われることないからさ、私嬉しいです。そう、あんまりね、私似てるって言われることなくて、なんでだろうね、分かんないんだけど。またね、ありがとう。ケンちゃんありがとう、ありがとう。配信お疲れ様、お疲れ様です。夕食ですか？うん、先にお風呂。私のお家は先にお風呂で、その後ご飯なの。また来ても良きですか？全然良き、良きの良きですよ。ありがとうございます。おつ、お疲れ様です。またの配信待ってまーす。ありがとう。ずっとお星様投げしてくださってた方だよね。ありがとうございます、本当に。おつ、おつ、ありがとうございました。また来てくださいね。え、また来てもいいですかって言って忘れてましたはダメですよ。あ、でもお時間あるときに来てくださいね。配信予告とかも私ちょいちょいやるので頑張って時間決めてね、お願いします。来てね、またがったって、わあ。ありがとうございました皆さん。あ、いっぱいお子様もありがとうございます。これで今枠はね、終わりたいと思います。それでは、私忘れられてる？忘れられてないよ。おい、あー、あー、忘れられてる？まだいける、まだ、まだいける、もう限界までいく。愛媛は、なんかさ、星になるんだよね、星になるから、星になっちゃうんだよね。お星様ありがとう、みんな。じゃあ今日はこの辺で、あ、違う、今のこの枠はこの辺でやめたいと思います。はい、ありがとうございました。またね、やめるんですか今日は、じゃない、この枠は一旦、はい、お風呂入ったりご飯食べたりして、まあ10時までなので、私が10時までで、まだできそうだったらちょっとやるかもしれない。祖母が住んで、あ、祖母が住んでるんですね、おばあちゃんが。こんばんは、こんばんは。またそうだね、2,700〜3,000人近くの方来てくださって本当ありがとうございました。またね、またね。次はすっぴんかもしれないけど、ごめんね。それではお疲れ様でした。次も来る、ありがとう、バイバイ。あ、みんなちゃんとハートマークを押した？ハートマーク？違う。プラスボタンをハートマークに変えましたか？ちゃんとフォローして次も来てね。バイバーイ。お疲れ様でした。またねー。ありがとう。せーの。